第13試合スーパーファイトアンダー68キロ契約ワンマッチを行います。青コーナー172センチ、 68.0キログラム、 ブラジル K1 ジム5ターンダーチームキングス、クラッシュウェルター級王者、木村フェリップミノール。ついに来たこの瞬間、だから瞬間瞬間楽しむと、木村フィリップミノル25歳。赤コーナー178センチ、 67.9キログラム、オランダマイクスジム、クラッシュスーパーウェルター級王者、ジョーダン・ピケオ。どこまでヤバいか、望むところのファイトができます。ジョーダン・ピケオ28歳、オランダキラソー島出身、名門マイクスジム所属です。52戦目ピケオ。お互いリング中央、クラッシュで頂点を奪い取った者同士、この K1 の大舞台でさらにバージョンアップの戦いとなります、望まれています。さあ、放送席は久松郁美さん、関根勤さん、正人さん、中村拓海さん、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。関根さんに伺いましょう、はい、もう会場でご覧になったと思いますが、ピケオーから指名でしたね、はい、そうですよね。これは木村選手もう感慨深いんじゃないですか。そうですね、もう嬉しいんじゃないですか。こういう相手に巡り会いたかったとはっきり語りましたよね、まあ、木村選手の、ね、ハンドスピードが、はい、素晴らしいんでね、あの懐の深いピケオン当たれば、はい、ただそれを当てさせるかどうか、これは見ものですね。68キロでの戦いとなりました。楽しみなカードですね、これ、スピードと木村か、はい、どうですか、どのあたり焦点になりそうですか。右左、木村のスピードですよね、やっぱりポイントは、はい、パワーではやっぱりピケオの方が体大きいですからね、こうやっぱ一回り、そうですね、178センチピケオ、172センチ木村です。じゃあこの階級の違いで木村のパンチがどれくらい効くか、はい、そこも問題というか、どうなるのかなっていうところですね。またこのピケオを相手としてというところに本人も燃えているんですね。いや、ちょっとリング上の雰囲気、久松さん、はい、なんかちょっとこう、おお、右当たった、クロスして、うん、ダウンではありません、ノーダウン、ダウンではない、いや、一瞬の、はい、お互いの右、左から右のローキックを木村、やはりその速度で木村、左をリードジャブとします。ちょっと足を組み替えてのピケオ、赤いグローブ、前蹴り、このやっぱり木村の一番のチャンスはこの1ラウンドですよ。ここにかけますかね、1ラウンドがやっぱスピード、はい、やっぱ2ラウンド3ラウンドになるとスピードになれますからね、はい、でも本当に中村さん、ピケを追ってそこから盛り返すことができてきた今までのファイトですよね。そうですね、あと少しこう、うわ左、荒い印象というかイメージあるんですけど、結構あの繊細なんですよね、あんまりこう博打を右も投げるよう打たないというか、危ない時はしっかりガード固めて、あのジャブついて遠いところの距離、あの蹴りを使って、はい、あんまり打ち合わないです。いけると思った時にパッとまとめるタイプなんで、今のところパンチは見えてますよね、ピケオ、ちょっとこう打たせて、うん、そうですね、しっかりガード、ただまだスピードでまだ慣れてないですよね、右から飛び込んでくる。ですから正人さん、この時間帯、右のフック、これが木村のチャンスの時間帯、はい、いや、ピケオのパンチも重いんですよね、右からストレートバチンという音、さらに飛び込む、その瞬間を見据えています。木村の大砲は右も左も両方です。いや、緊張感ある、右で飛び込んだ、ボーダー、ボーダーになってしまった、ポーランド阪神、やっぱり返してきたジョーダン・ピケオ、はい、正人さん、これなんですね、これですね、でも木村パンチでいってほしいな、スピードで、ここで弱気になるな、こうして足使った方がいいですね、うん、足を攻め込む局面になれば断然自分だとピケオは試合前語りました。回れ、こう詰まっちゃダメですね、木村動きたい、詰まっちゃダメですね、動いてなんとかやり過ごしたい。それでも左のミドルキック、10秒あればと見ているかピケオ、木村必死です。さあ、ファイトの声がかかる、距離を縮める、どうだ、まだ無理はしないか、手負いとなった木村フィリップミドル、第1ラウンド
終了です。これでね、今多分ちょっと強いなと思ってると思うんですよね、はい、木村は、これで弱気になっちゃうともう飲まれちゃうんで、はい、こうまた強気でスピードで勝負しないと、その気持ちが戻ってくるかどうかですね。そうですね、あとはやっぱりちょっと階級の違いを感じたのが、一発木村のパンチ入ってたんですけど、はい、あれだったら同じ階級だったら倒れてるんじゃないかなっていうくらいのパンチだったんですけど、ちょっと倒れなかったです。そこがやっぱりこれが階級の違いなんですよ。70キロで引くパンチも効かないっていう、はい、戦い尽くしてきたジョーダン・ピケオです。関根さんどうですか。やっぱりちょっと階級の、ね、差が少し出たような感じですよね。ピケオやっぱり木村選手のパンチ分かってますよね。そうですね、ガード硬いですよ、クレバーですよね、頭使いながら。さあスーパーファイト68キロ契約です。 67.5 キロのウェルター級を見据えてのこの2人。第1ラウンドジョーダン・ピケオがダウンを奪いました。あのパンチで詰めてから足を止めさせての連打でも、久松さんもう空気違いますね。またそうですね、ピケオ選手が時々笑うんですけど、それがまた怖くて、はい、ピケオは打ってこいって感じですよね、はい、打ってきた木村、さらにダンデー、どうだ、ガードをこぼす木村のクラッシャーぶり、動きはどうか、ピケオそれでも前蹴りで距離を取ります。でもピケオが飛びさ、右で合わせてきた木村、リアナイツで右ハイキック、もう一発、これは空振りさせました。マサトさん出ていますね、木村出てきた、でも効いた、右のボディ打ち、ボディの後の多分右のフックじゃないですかね、立っています。この試合ガードごと効かせました、やっぱり重いですよね、パンチが、そして正確、でも木村が返します、右のストレート、頑張ってるね木村選手ね、中村さん、また気持ちが問われそうですね。ここで、出ないとダメですね。動きたい、こう下がってダメですね。今こそ下がるな、理想の階級、理想の相手に出会えた。簡単にやってるか、カウンターとなるとまだ光は、正人さん見えますか、木村、まあ、カウンターで当たれば、一発当たればチャンスありますよね。それでも動きが止まる、ボディも厳しいか、前蹴りから足を踏み替えて、成立機械のように右ストレート、ゴーダの木村、ダウンとなっています。これもダウン、このラウンド2度目のダウン、正人さん、ダメージ、ダメージはあります、このラウンドあと1分、もう一度ダウンを奪えばピケオ KO 勝利。木村動けるか、でも今までの木村だったらここでだいぶ心折れちゃうんですけど、やっぱチャンピオンになって一皮むけましたよね。まだ心折れてないですよね、その地位で自分が変わりました。でもこの場所はダメ、そうですね、このコーナーに詰められてダメ、止まっています。左のリードジャブ早い木村、でもピケオが関根さんじーっと見てますね、いいよ、隙ができるまで見てますよ、しっかりガードが出ます。右ハイ、右ストレート、ボディの上からでも、中村さん、わずかなその穴ですよね、ストレート打って引く、左のミドルキック、右のハイキック、ピケオ、それでも木村、今までの自分ではないと、前に出て右ストレート、いやピケオ目もいいですね、そうですね、最高のその動体視力、前進したところ、せめてこの第2ラウンドピケオを終えています。でも緊張感あるいい試合ですね、いやピリピリしますね、汗が出てきました、いやー、佐藤さん近いな、さあ久松さんに印象から伺いましょう、はい、どう考えてらっしゃるんですか。でも木村選手が本当倒れても倒れても立ってくるんで、はい、本当にやっぱそれはチャンピオンだなと思いますよね。頑張ってほしいです、3ラウンド目も。やはり何がまた変わったのかというところ、この先ですよね。ここで逆転したらものすごい強くなりますよ、この場内も大変なことになりそうですよね、はい、でもピケオが落ち着いて、何か頭のいい選手ですよ、本当にクレバーですね、隙がないもんな、
やっぱ日本で試合するセゴナー本当にこうなんか洗練されていった感じですよね。昔はここまで考えてなかったような気がするんですけど、はい、昔もっと荒々しかったですよ ね、うん、隙がありましたよね。今日はなんか上手い選手になっちゃった。さあスーパーファイト2人が望んだ階級へその大切な第一歩、木村フィリップミノルはいち早くそのウェイトで活躍を続けています。クラッシュでチャンピオンにも輝きました。左のリードジャブからピケオーがスーパーウェルターから下げてきました。久松さん何を楽しみにされてますか。いやーやっぱピケオー選手のパンチとか、はい、もっと見てたいなと思います。怖いとおっしゃいながらも、はい、楽しんでる部分もすごくあります、ね、そうですか。いやそんな見方も数多く存在するのか。日本でも中村さん本当に人気が高くなってもう第二の故郷とまでピケを語ってもいますしね。あの目だと踏み込めないですよ。これそうですか。これなんか打ったらカウンター来るぞみたいな、そんな雰囲気ありますもんね。君の左意を決したか。ワン、ツー、スリー、さらにボディ打ち、ガードが高いピケオ、レイ、笑った。もうピケオの中ではこれガードとしてたら大丈夫だなって、もうちょっと相手をもてあそぶかのような表情にも見えていますね。ピケオ、右フック、アッパー、ボディ打ちから右の膝、最後はアッパー、スリー、このラウンドもダウンを喫しました、木村。ダメなのか終わった。勝者勝利は取ったがピケオ、ここで G エンドです。引導を渡したのはジョーダン・ピケオ。ウェルター級でも司会よしと見せつけたスーパーファイト。3ラウンド、そして強い赤コーナージョーダン・ピケオ選手の KO 勝ち。試合タイムは3ラウンド1分29秒です。久松さん今どんな思いですか。いやピケオ選手の次の相手誰なんだろうと思いますね。いや全くですね、はい、関根さんはいかがでしょう。いやピケオ強いですね、ちょっと文句のつけようがないですね。まあ牙城が多いですね。勝利したピケオ選手にはトロフィーが贈られます。プレゼンターは K-1 10ポイント雅人さん、はい、その戦い木村もかけたものは大きいのが分かりました。何度も立ち上がってきましたね。そうですね、やっぱりチャンピオンになってちょっと木村も一皮向けましたよね。この前だったら1回目のダウンでねだいぶ心折れてたかなっていう気がするんですけど、うん、まあでもすごくいい試合でしたよね。そうですね、まあ、ノイリが今 67.5 ですか。そうですね、タイトルを返上して、はい、ノイリとやってほしいですね。まあ、久保木戸ノイリその辺と同じ階級になるので、まあどうなってくんだろうっていう。ノイリ選手、はい、マスク姿いますね。一瞬カメラに最後気づいたようです。まあでも木村選手もこうねウェルターでずっと勝ち続けて、はい、外国人選手と戦って今日またいろんなこと分かったと思うんでまたここからねレベルアップするこう糧にしてほしいですね。この試合を3ラウンドまで倒れても立って、はい、パンチ自体もやみませんでしたよね、はい、オランダはキュラソー島出身28歳、178センチ、これが52戦目でした。44勝目、20の KO 勝ちとなりました。対日本人、日本で無敗の記録も続けているジョーダン・ピケオーですがブラジル出身木村フィリップ・ミノルオも打ち砕きました。いやでも本当に雅人さん、はい、やっぱり戦い方ですよね。このピケオーにどうやって勝ったらいいんだというテーマ。そうですね、でも、まあ、でも強いですけど、まあでもね、グレゴリアンにはね、ピケオーを勝ちしたピケオー選手には、ってことですよね、負けてますよね、グレゴリアンね。だからやっぱりフィジカルで、そうですね、押すしかないですね。そうですね、やっぱフィジカルですね。やっぱりこのくらいの階級になると、やっぱり外国人のフィジカル強いですからね。悔しいかな、なかなかそれをひっくり返すことができません。さあしかしまさにもう
このリング上での今後ということになりますと、中村さん本人言葉があるかもしれませんけれども、はい、そうですね、もう昔から ね、本格的にこうウェルター級でもタイトル狙いたいということを言ってたので、まあ、今回は、ね、68キロという、 こう契約体重でしたけど、まあ、どんな言葉が出るのか、はい、Everybody, I hope you all enjoy the fight. I did my best. I see what I come to do. And yeah, Kimura was a tough guy. You saw he came to fight, but I caught him a couple of times. And what I said before, if I caught him, I will finish it. But right now, there is one more thing I want. I fought against the cross champion. Now I want to fight against the K1 champion. So Yuta Kubo, if you want to fight me, I see you next year or in December if you want to. And everyone else in the 67.5 division, y'all should just watch out. I'm coming for all of y'all. Us! 皆さんこんばんは。試合楽しんでいただけましたでしょうか。自分は日本に来て、まあ、やるべきことをやったというふうに思ってます。木村選手はすごいタフな選手だったんですけども、宣言通り、終わらせることができました。これで、まあ、次ですけども、クラッシュだけではなくて K1 のチャンピオン、久保優太選手、もしよかったら一緒に試合どうですか。久保優太選手だけではなくて他の、まあ、67.5 キロの、階級の選手ですね、もし戦いたい相手がいたらもうどうぞ名乗り上げてください。誰でもぶっ倒してやります。おー久保優太チャンピオン、めっちゃいい試合でした。もうあの僕はミノル君のチームメイトなんですけど、本当にもう手に汗握るというか、まあ、なんか3月なんか木戸選手となんか決まっちゃってるかもしれないですけど、僕は個人的にはピケオ選手とタイトルマッチやりたいです。おダメですか。ちょっとムカついて目の前でなんか熱い試合見せられちゃって、あの宮田プロデューサーちょっとすいません、あの僕はあの言われた試合であのやるんでご検討お願いします。ピケオは 67.5 はまあいけますか。いけますかね。 That would be great. That would be super freaking great. Then my next fight will be against you, my friend. Be ready, because I will be ready. Os! もしそれが実現するならもう最高だと思います。次の試合に向けて準備しておきますので、久保優太選手も準備の方をしっかりしておいてください。なんかいや、まあもちろんどうなるかは正式裁定まで、ね、分かりませんけれども、いや、なんか久保選手の、ね、顔が怖い、はい、あのそうですね、リング下から上がってくるとき、ちょっと目がスナイパーなんか感じた、格闘家の顔になってるところが、はい、何か感じるものがやっぱあったんじゃないですか、このピケオの試合を見て。関根さん、あのマイク持ったとき、ちょっと、はーって呼吸を、そうですよね、やっぱり、弟弟子をね、コテンパにやられたんで、腹立ったんでしょうね。ああ、もう完全に戦いの最中に。交通事故での負傷がありましたが、久保優太チャンピオンが足を踏み入れました。というよりも彼が中心の階級です。 67.5 キロ、木村フィリップミノルとの果たし合い、いやそれにはさせないと圧巻、強力です。冗談